武健一は、政治運動家、全日本建設運輸連ん大労働組合関西地区、生根支部執行委員長、組織内、シンクタンク、社会資本政策研究会代表理事である。1942年、鹿児島県大島郡天城町生まれ、北中学校卒業後、島内の商店に住み込みで働いていたが、19歳の時に大阪府に移住し、賛成運送に就職。 1965年6月23歳の時に連帯労組関西地区生ン支部の発足準備委員会発足に伴い委員長に選出され4ヶ月後の同年10月17日関西地区生ン支部を結成し初代委員長に就任ミキサー車の運転手から先住組合員となる同社内に 全国自動車運輸労働組合所属の労組が別々に組織しており、同社内の組織の統一機関となる。1975年8月、同組織内に政策懇談会を立ち上げて、政策提言及び政策闘争を繰り広げる。1983年12月17日、赤旗紙面に掲載された、関西生ンの上部組織への声明に対し抗議し、 日本共産党系の労働組合と闘争を展開していき、1984年3月、全国自動車運輸労働組合から脱退を決めた。2009年12月20日、関西生コン内にシンクタンク、社会資本政策研究会を立ち上げ、副代表として名を連ねた。関西テレビニュース、生コン業界のドン逮捕元旦総長に、 自宅前で100人規制の嫌がらせも100億円近く、集めたか ABCD、辻本清美議員に、ブーメラン。生コン業界の、ドン逮捕で、永田町に、衝撃、週刊朝日、ヤフーニュース。ヤフーニュース。https コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズ .yahoo.co.jp スラッシュアーティクル ?a イコール二千十八万八百三十から零零零0六6 ささひっぱる。二千十八年八月三十一日。閲覧。山城議長の保釈を大阪でミキサー車など二百五十台。パレード。沖縄タイムズ。http。コロンスラッシュスラッシュ www。okinawatimes。co。jp。スラッシュアーティクルスラッシュスラッシュ。八八二一号に零一八年九月二十二日閲覧。 AB 関西地区生コンシブ闘争史1965年から1994年風雲巨大人馬関西生コンシブ2018年5月29日閲覧 AB 遠隔連帯ユニオン近畿地区トラックシブ2018年5月29日閲覧社会資本政策研究会第2回総会関西生コンシブ 2018年5月29日閲覧。AB 独占スクープ第2弾。辻元清美の黒いパトロン生コンのドン竹健一との金も票も。の密接関係日韓宝島2010年2月号。20から23ページ。生コン組合恐怖で支配部容疑者。産経新聞。2005年1月13日。平野官房長官。 辻元国交副大臣と悪名高い生コンのドン月間宝島2010年1月号山城議長の保釈を大阪でミキサー社など250台パレード沖縄タイムズ http://www.okin-a-w-a-t-i-m-e-s.co.jp、ok、スラッシュアーティクルツスラッシュスラッシュ882152018年5月29日閲覧7一遊排外主義と戦う進歩戸田久和2018年5月29日閲覧日本の病巣を切る40 関西生コン、二度の強制捜査。マスコミが、辻元、福島、福山議員に忖度。から、YouTube 派と、動画、福島水穂が、脅迫、障害で捜査中の、武藤派労僧を支援していた、予告編。文春オンライン。2018年5月29日閲覧。福島水穂議員が、障害、脅迫容疑で捜査中の、武藤派労僧を応援。 文春オンライン。2018年5月29日閲覧。緊急投稿。全日本建設運輸連帯労働組合。週刊。文春の悪意に満ちた。誹謗中傷記事に抗議する無期限数と続く M。軽運輸闘争で会社に肩入れ。レーバーネット。2018年5月29日閲覧。日本の病巣を切る。40。関西生コン。二度の強制捜査。 マスコミが、辻元、福島、福山議員に忖度から、YouTube ハット、生コン組合執行委員長を逮捕しが県警、恐喝未遂容疑。中日新聞、中日新聞社。オリジナルの2018年8月28日時点におけるアーカイブ。 http://web.archive.org/.web/.20180828045909/.http://www.chunychi.co.jp/.s/.article/.2018082890120537/.html2018 年8月28日閲覧関西生コンのトップを逮捕滋がの生コン業者の強化済水事件契約立った勝者に大変なことになりますよ。産経新聞。 http://www.sankei.com スラッシュウエストスラッシュニューススラッシュ180828スラッシュ wst1808280041-n1.html2018 年 8, 8月2日閲覧生今回のドンタイォローソ関西支部委員長、加盟迫り実力講師。 産経新聞2005年1月14日、外戦車を使い業務妨害容疑、組合役員ら逮捕、朝日新聞、2005年1月13日、違法献金授業、大阪、門真市議を、逮捕調べに、目費大阪府警毎日新聞28ページ、刑務官汚職、収賄容疑で再逮捕老祖幹部から100万円、朝日新聞、2006年9月23日老祖、 委員長も監修に贈賄週間中の便宜に100万円。共同通信2006年9月22日。関西生コンシブトップを逮捕威力業務妨害容疑。朝日新聞。https w w w a s a h i c o m articles。a s c p 5 3 m c クプ p t o r 0 1 1 html2018 年12月1日。閲覧。 関西しぶトップら6000万円強括容疑で再逮捕。産刑新聞。https://www.sanki.com/.west/.amp/.190717/.wst1907170034-a.html2020 年5月10日閲覧。 解決金名目で1億5000万円。強滑容疑規制トップら2人再逮捕。産経新聞,経新聞。https://www.sanki.com/.affairs/.amp/.190904/.afr1909040035-a.html2020 e 年5月10日閲覧。拘置所より。 新年の挨拶、関西支部トップに、有罪判決一部は、無罪大阪地裁。産経新聞、https、w w w 産 k c o m アーティクル、2021713iO7、wbghmpvk5、フューグッチビシスグベフィ、2021年7月17日、閲覧。ありがとうございます。